戦場のメリークリスマス、これをテレビで放送するときやってまいりました。早いですね。でこの映画、見事な戦争映画、けど戦争映画と言いましても本当に軍人同士の愛ですね、男の愛ですね、けれども人間愛ですね、見事に描かれました。これ原作はローレンス・バン・デル・ポストという人の有名な小説ですけれど、これを大島渚さんが見事な自分の力作に、本当の大島渚映画にしております。それでこの映画を放送するときに大島渚監督とそれから鳴島キャメラマンがやってきまして、森プロデューサーと相談しまして、絶対にサイズを変えないこと、それからスーパー入れること、それを約束しました。だからこの映画、日曜洋画が始まって18年初めてスーパーを入れる作品を放送することになりました。さあこの映画ご覧になりましたら、いかにも見事な音楽、この音楽に皆さんは涙あぐらされると思います。私もこの音楽聴いて胸がいっぱいになるんです。この音楽綺麗ですね。これは坂本龍一の音楽ですね。見事な音楽ですね。ところがこの映画で坂本龍一は世の一体になって出てきます。見事な役ですね。見事ですね。この演技も、この大尉が、日本の大尉が捕虜収容所の中のイギリス兵に接吻されるとかあるんですね。びっくりですね。さあその時のこの米井大尉の顔、悲しい顔しますね、辛い顔しますね、けどそこの奥に美しいなんか愛の顔がありますね。これはこの映画の一つのクライマックスですね。さあこの映画、それからいろいろありますけれども、勝つもの、負けるもの、戦争、そういうものを乗り越えて人間の愛、男の愛ですね。でもう一人の男が出てきます。ビートたけしの扮している原軍曹、これはいかにも兵隊の中の兵隊さんという感じです。万歳という日本兵です。この兵隊がだんだん戦争の時代が進んで日本が負けた、今度は捕虜だった敵側ににっこり笑ってメリークリスマスロレンスいうとこあるんですね。そこがまた何とも知れん感じだってビート大使がうまいんです。はあ、ここにも愛があふれます。この2つの愛でこの映画は見事な人間愛の映画になっております。こんな戦争映画、本当に大島渚の力作、そう言える見事な作品ですね。My Harrison. God bless you. Lawrence! Merry Christmas! Merry Christmas, Mr. Lawrence.はい、いかがでしたか。
悲しい怖い映画でしたね。あ、この映画で世の中はイギリスの将校に接吻されましたね。けどデビッド・ボーイの扮しているあの将校は本当に身を投げ出したんですね。けれどもそこに何とも知れん人間の奥の底の愛を感じました。けど二人はこれで破滅しました。だからもう一人のビートたけしさんにしているこの兵隊はちょうど世の隊とは反対の本当にどっちかというと野暮な日本兵ですね。それが一番最後、もう英語なんかバカにしていたこの男が最後にメリークリスマスミスターロレンスいう英語を使うところにこの映画の何とも知れん愛の深さ、大きな人間のもう右も左もない本当の愛の深さが見事に出ました。大島渚の本当にこれは力作でしたね。はい、文字が来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。